河原の神社は、伊勢神宮、と豊家大宮宮の拙者。本項目では、河原の神社と同座する、もう治む神社についても記述する。三重県伊勢市三園町深海、菅原道真ゆかりのが両梅のあるが両梅公園の北に広がる水田の中に茂る、森の中に鎮座する。河原の神社と同じく下空拙者である、河原園神社及び、 河原の神社と同座する、もう治む神社は、三つ社と称され、河原の神社は、川原園神社の北に鎮座すると古書に記されている。河原の神社は、伊勢市先行の日尻川沿いにあった日尻社を、社地としていたという説があるが、江戸時代の川原園神社再興時に日尻社を、川原園神社の社地に否定したため、さらにその北にある、 伊勢市味噌の超神会に再建されることとなった。河原の神社は、月空の拙者16社のうち、第11位である。河原の神社の祭神は、川上。宮川下流の守護神であり、他の守護神でもある。伊勢市先行にあった日野岸里社の祭神は、不傷であったが、河原の神社の旧社地に鎮座していたことを受けて、河原の神社の祭神である川上を祭神とすることになった。 日のきしり者は、船工場者へ移されている。毛うおさむ神社は、月空の抹社発社のうち、第六位である。毛うおさむ神社の祭神脇神、鎮座地の森の神木の神である。味噌の超神会の地には、死害者があったとされ、毛うおさむ神社の旧社地に否定される。死害者は、船工場者へ移されている。伊勢神宮の抹社の定義より、毛うおさむ神社は、 延暦儀式朝成立、すなわち延暦十三年以前に、拙者の定義より、河原の神社は延儀式神明朝成立、すなわち延長五年以前に創建された。中世には祭祀が断絶し、近世には社地不明となっていたが、漢文三年に壁成長が原社地で再興した。河原の神社、もう治む神社の社創前継社殿の背後には、 大きなクスノキが立つ。新域の池垣はよく整備されている。河原の神社、もう治む神社の隣には、黒雨を製造する松屋製菓の工場がある。神社前の伊勢市道を徒歩で10分程度北上すると、山田奉行所跡に到達する。ありがとうございます。